私は幼い頃から食べることが好きで食に興味がありました。それで高校生になって志望校を決めるときに食に関する学部に入りたいと思ってここの学部に入りました。それと地元から通うため距離が近いので通いやすいことも視野に入れました。僕の趣味がお菓子作りで、幼い頃からお菓子を作ってたんですけど、その中で生きるために必要な、食に対して深く専門的に学びたいと思ったので、静岡県立大学の食品栄養科学部の方を志望しました。はい、私は小さい頃から食が食べることが好きで、食に関わる仕事に就きたいなと考えておりました。で、大学選びの際に食に関わる仕事の中でも栄養の機能性から人の健康に関わりたいと思いこの学部を選びました。食と健康に関する幅広い学問を学べることだと思います。また少人数体制なので仲がいい子も多く作れることも魅力の一つだと思います。食品栄養科学部では、食品に対して専門的に学んでいるんですけど、生物学や化学、物理学など多くの学問を通して多方面から食に対して専門的に学べるのが良いところだと思っています。また1年生の頃から様々な実験が多くあり、実践的な学びの場が多く確保されていることも魅力的だと感じています。もともと私出身は愛知なんですけど、気候もすごく過ごしやすくて、県内の周りの環境もすごく自然にあふれている一方で、一人暮らしにとってはすごく過ごしやすい環境が揃っていて、とても魅力的だと思っております。図書館です。私はよくテスト勉強で図書館を利用するんですけど、とても静かな環境で集中しやすいです。芝生広場が一番のお気に入りです。緑の気持ちいい芝生が一面に広がっていて、ランニングなど運動するためにとてもいい場所だと思っています。春には桜も満開になって木の下でお花見するのもとても楽しいです。最近新しく、できた羽ばたきと地下1階のレストランなんですけど、日替わりランチをはじめとした食堂をと併設して、品ぞろえが良くてすごくまたコスパもいいお弁当やパンの売店がありまして、一人暮らしをしている学生にとって とても助かっています。私は食品メーカーに就職して、食品の商品開発に携わりたいと思っています。そして新しい味を作り出して多くの人に美味しいものを食べて幸せになってほしいと思っています。私は化学系の職種の公務員になりたいと考えております。地元静岡でこの大学で学んだことを生かして貢献していきたいと考えております。大学院に進学して学びをさらに深く学べるのもすごく魅力的だなと考えておりますし、一方で早く社会に出て活躍したいなとも考えています。どちらにしろ自分の希望に沿った進路を選べればいいなって思っています。